対戦相手の方が見つかりました。おっと、これはラティハッサム対決ですね。残りのメンツもなんかまあまあかぶってる。いや、まあかぶってはない、ランドぐらいか。ランドだけど、まあ、結構とサンダーはライバル関係ですからね。どうしよっかな。サンダーの通りはそんなに悪くないですね。カビゴンが鬱陶しいけど、それぐらい。ただ、カビゴンに関しては、出すポケモンによっては積みかねないという。またサンダーは出していきましょう。サンダー、ハッサム、ランドロスって選出が一番いいかなと思ったんだけど、どうだ。リザードが来るかどうかで変わりそうだけど、まあ悪くはないですね。カビゴンは型によるけど、ランドがいれば畑で木の実落としたりとかできて、ハッサムは基本カビゴンにそんなに不利ではないんで、型によっては負けますけどね。まあガン振りではないんで、これ行ってみますかね。はい。相対戦よろしくお願いします。そういえばガオガエンはリストラしましたね。あれ、あいつなんだろう、ネタじゃなくてマジで強いと思ったんですけど、冷静に考えるとあいつ、順天でもなければメガ枠でもないので、僕の主義に反するんですよね。なんでハードしていきました。素晴らしいポケモンだったと思います。でラティアス、まあ、ここはいいでしょう。ここはまあボールチェンでいいかな。スカーフラティアスだな。スカーフサンダーの上を行くスカーフラティアス。ただこれでこっちのサンダーのスカーフがバレてないのはありますね。向こうスカーフなの、まあ、こっち側スカーフって分かったけど、ラティアスの前にサンダーが帽子を押すのってそんなに変な行動じゃないんで。でここはさすがに相手も引かざるを得ない。引くとしたらリザードンの可能性濃厚ということで、トンボキエリで。リザードンじゃなければリザードンいないと思っていいでしょうね。ランドロス、あランドか。これ相手結構重たいやつか、うちのハッサンが。それかリザードンを隠してきたかさ。でもリザードンここで隠すの結構危険っちゃ危険なんだよな。ハッサンが畑持ちの場合ってリザードン後出ししたら結構いいダメージ入ること多いんで、今の対面例えばハッサンが剣舞積んでた場合ってランド出しって隙を作ることになるんですよ。そう考えるとリザードンよりかは別のポケモンを想定した方が良さそうではある。ただサンダーもこの HP だからな、ハッサムに勝てるかっていうと無理そう。引いてきた、はい。ラティアス、はい。で、ミューザパを打つでしょ。このラティアス使うのも分かってるからな。簡単にデビューをしてくんないかもしんないけど、ここはハッサムバックで。効果目交換はしていない。レザーファイヤーはさすがにスカーフラティアスだったら耐えるはず。レイビー、素直に来ましたね。まあそう、相手からしたらまだこのスカーフバレてるんで気づいてないかもしんないから、その場合ってラティアスといろんな可能性を考慮しなきゃいけないんですよ。あの再生とかね。だけどここは まだトンボでいい。次はラティアス浮かんなそうだし。ランドロス、徹底的ランドで来るな。このランドの型が分かんないけど、ランドが直キー以外の、まあ、D 振りとか直キーじゃなければ目ざっぱで一応落ちるかもしんないぐらいか。まあ、ノータイムで引いてきたし、まあ、こっちの羽とかを警戒したのかもしんないけど、トンボ返りはあのサンダーの性的を考えたらもうしたくなかったと思うので、ダメージも大して入んないしね。ここは目ざっぱでいい。引いてきた。あ、カビゴンか。カビゴンはまあいいぞ。これハッサムないと思ったやつだな。まあ、カビゴンもランドもハッサムに勝てる方は存在するんで、めちゃめちゃ刺さってるかは分かんないけど、ただまあ、型にもよりますけど、相手のポケモンに対しては一応それなりに通ってますね。サンダーは一応ランドタイムにメザコリ打てるだけでも連れてきた価値はあったな。逆にランドはでも、あ、まあ、ランドは畑が使えるから、選出としてはそんな間違ってないか。お、Z か。何 Z? どっちだそれ。普通に殴ってきた。結構入るな。
まあただこれでこいつが眠るとかない限りは回復技はないですからね。カビ君は正直どうでもいいな。ランドバックがありそうなんですよ。だから叩いてやればいい。多分木の実だと思うんで、ランドロスはビルドアップとかを考えると、ここはたいておけばそれでにアドが取れるはず。まあビルドの場合残飯だと思うから、まあでも木の実の可能性結構高いからな。フィラの実、オッケーオッケー。でここはもうランドはいらん。岩石封じ S を下げてハサナが上取れたらさらによし。それなりに耐久ありそうだから、ちょっとあれもう遅いな。遅いからなんかビルドとかじゃない気がするけど、どうでしょうね。トンボゲーリー、やべえ DS の電池が切れそう。今ケーブルを刺しただけど何かが落ちましたね。カビゴン、地震でもしときますか。カビはいきなり Z 打ってきたし、積む方じゃないと思ったんだけど、でもホノパン持ってる可能性はゼロとは言えるな。うわ持ってるし、まあ、ホノパン一発でハスタなんか落ちることはないけど、でうまくやればなんとかなるか。これ今のとこハスタムに引かなくてよかった。これうまくやったらなんとかなるな。ランドの前で剣舞積んだりとか、ここトンボでいいんですよ。このカビゴンでもちょっと鬱陶しいぞ。おそらく回復技ないけど、オッケーオッケー、トンボ返り。これがまあまあ入るんですよ。で、さらに接触技を打ってくると思うので、バグる可能性があるでしょ。おいっと。自爆。このパンも打ってこないのか。でも自爆の方がまだ良かったな。あれ待って、なんかハッサムに勝てる方なのかな。いや、カビゴンがホノパン持ってたんで、ハッサムに勝てるような、いや、ハッサム見てるわけはカビゴンなのかなと思ったんですけど、相手結構ランド後投げしてきたじゃないですか。でもランド Z も打てないし、そんなに通る技ないと思うんだよな、正直。まあ、ここビルドされる可能性考えても、剣舞積まなきゃなしならないんで、剣舞で。ただの地震はここから2回耐える。ビルドか、お前嫌な方だな。これかー、これは厳しいかもしれん。でも HP 減ってるし、木の実も落としてるから、ガン振りではないか。バレットパンチ、バレットパンここから2回で落ちればいいんだけど、回復はもうできないね。このランドロスはどれぐらい地震、これ落ちなそう。負けか。しかも急所じゃないこれ。まあ急所はもうどうでもいいや、どうでもいい。これ相手からしたらどう見えてんだろう。耐える HP なのかな。相手ちょっと怪しいと思ってればここ剣舞なんだよな。いや、これ相手自身からどうだ。いや、僕側からは、正直落ちなそうなんで、急所ワンチャンのバレパンを押すか、どうかって話なんですよ。で、剣舞を押す理由としては、相手がランドこれ、ランスだから落ちるか、落ちるって考えた場合に、威嚇に直すために、ラティアスに一回引いていける可能性があるんですよね。じゃ、それはこっちの剣舞を許す、剣舞を打つ隙を与えることなんだけど、ここで僕側が剣舞詰めるかどうか、相手が考えるかどうか、詰みますか。なかなか語ったけどダメでしたね。まあ一応考えとしては間違ってなかったと思います。だけど多分そもそも落ちなかったんでしょうね、ダメージ的に。対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。おっと、顔がを抜いた瞬間に敵となって戻ってきたな。そしてラティボスがいますね、相手のパーティーには。なかなかセンスのあるパーティーに見えますね。まあ、ライブをギャラじゃろうだって並び6歳の頃に結構いて、まあまあ強かったからな。じゃあこの並びにはサンダーがまあそれなりに通るはず。サンダーから入って、ハッサム出したくないけど、ミミッキーラティを押し止められるっていう点だけでも出してもいいか。
サンダーハッサム何か。まあ、ガオガエンが重たいですよね、これ。リヒリか。でも、それはそれでライボが重たいな。サンダーは型によってはライボ全然きつくないけど、今回スカーフ型なんで、熱風2回で落とせるか。いや、厳しそう。かといって、ランも別にガオガエンに強いわけじゃないですからね。まあ、ランドローズになってくるかな。ランドはライボにもまあまあ強くて、まあこれでいきますか。はい、では対戦よろしくお願いします。めちゃめちゃ頭が痛い多分寝不足なんですけど、まあ、仕方ないな。ヨロヨロのヨロです。ガオガエンから来たか。あー、まあいいかな。いきなり Z 飛んでくる可能性がありますけど、嫌なのがライボバックなんだけど、ここサンダー毒とか押す可能性もないから、ちょっとだけやりづらいと思うんですよね。ここがボルトチェンジで、ボルチェンは通る。ちょっと硬いか、これ直帰とかの可能性ありますかね。硬い気がする、絶妙に。オランドロス、畑、なるほど。直帰かな、相手も。こいつの畑は痛えな。で、ここはトンボ返りですね。相手も簡単にガオガイン引いたくないだろうな。引いていくとしたらギャラか、ジャロードあたり。ギャラ、はい。直帰落とされたからな。これ、ライボがきつくなったぞ。ライブいるかな。なんとも言えねえ。ここはサンダー、これ熱風押してみますか。さすがにギャラは突っ張ってこないと思うんで、ガオガエンだったらもうライブいないと考えます。 OK、 ライボルといいですね。これ熱風が当たるんで、それなりにいいダメージで、まだスカーフがバレてない。ラブ半分は通る。 OK、 全然通りますね。でもう一発ね、ブリーハゼ。これガオガエンに引いていけるかどうかは、うちのサンダーのスカーフを警戒していきましたね、スカーフを。で、ニップ。めちゃめちゃ硬いな、このガオガエン。絶対直帰だな、さすがに硬すぎる。ここはランドロスで、で、こっからの展開なんですが、あ、いい技。まあそうだよな、トンボ狩り打ってくるわ。で、ライボルとか。ここライボが来たらハッサンダーで受けに行くしかないかな。ネザー攻略してくるもんな。メガ進化してくれればいいんですけどね。あ、してくれたか。 OKOK、 これでもう電気効かせるようになったから、サンダーで殴りまくったらいけるじゃん。まあ、ここボルチェンはさすがに押してこないと思う。メザ攻撃でしょ。ああ、これはもういいんですよ。で、ここはボルトチェンジ。ライブ入力ないな。無振りのサンダー、まあ、4振りか、 D4 振りのサンダーに半分入んないのか。ここはランドロス受けて、多分ここは10万の方が入るかって、多分10万を押してくるんですよ。あ、メサポ押してくるか。まあまあそれはそれで別によくはないんです、よくはないんですけど、もうこれしかないから、これはこれでいい。で、
サンダー投げてーの、ここは10万かな。まあきついはきついけど、やってやれないこともないぐらいの感じか。多分ガオガエンは倒せるんですよ。ハッサムがおそらくだけど受け取ってるから10万できるとトンボ倒せるけど、その後のギャラに勝てるかどうかなんだよな。だからできればランド残したかったんだけど、結局ハッサム投げてもバレパンに対してガオガエン出てくるだけなんでライボは倒せないんですよね。あのレシピいくら減ってても。ここは10万ボルト、そんなもんだ。オッケーオッケー、いいダメージ。そしてマヒッターずるいですね。おっと、いやこれはハッサムに聞こう。フリアド畑だったら、え、交差も早くねえか。まあいいや、対戦ありがとうございました。10万大丈夫だったけどな、まあ、勝ったからいいや。タイヤリでした。